まあ、お気づきの方もいらっしゃるんじゃないかと思います。今夜はなんともう一方ゲストにお越しいただいております、はい。私が演じておりますルーデウス・グレイラットは前世では家から追い出された34歳、無職童貞引きこもりのニート、そんな前世の男を演じる方に本日お越しいただきました。こんばんは。30代はまだ正社員はさすがに無理ですけど、選ばなければ仕事はある。諦めるな、職安に行け。前世男役、杉田智和です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今ね、皆さんこう希望やの、ね、メッセージが、ね、届いたと思います。はい、ということでこの度前世の男を演じていただくということで、よろしくお願いします。やっと発表になりました ね、 ね、ついにですね。もう皆さん邪魔してないように、あの僕なんか半透明でいいんで、はい、今日はあのいやいや何をおっしゃいますか。心の声を ね先ほど、はいはい、私たちがねこう一生懸命冷静にニュースをこうお届けしている。そうよ、だって2人の心の声なんだから、はい、そんなまずいこと言うのまずいじゃない。帰りたいなとか眠いなとか、めっちゃ配慮してくださってた、ね、そういうのやめろよって、ね、そうですよね、うん、ほらあのインターネットのコメントでもシャミコって言うなとかそういうことをね、それは他作品だぞとか、ね、本当そうなんですよ、やめて。本当に悩んでた。何も悪くねえよ早速ですけれども、でも杉田さんすごくなんか今日リラックスした格好に見えるんですけれども、はい、前世男役だし何がいいかなと思ったら、はい、リアルに普段の寝巻きで出たら面白いかな。おー、なんというある意味レア。それルームウェアだったんですか。これそうよ、すごい、おしゃれ。しかもよく見ると上下きっちり。本当だ。なんでこうなるか。立ち上がってくださいました。しっかり引っ張られてる。あ、もしかしてそれは前世男の感じをこう出してるんですか。アマゾン来た。っていう、本当にもう、ね、こう姿からもうすでにこう前世男の、ね、憑依されてますね、感じを出していただいてますけれども、はい、いやこれをご覧になってる皆さんもね、あの前回特番をね私たちお届けしてましたけども、はい、その時からすでにもう前世の男の声は一体どなたが担当されるんだろうとか、あの心の声は一体どういうふうに表現されるんだろうっていうふうに ね気になってた方もたくさんいらっしゃったんじゃないかなと思うんですが、はい、まあ、今回こうやって実際にあの一人の役を、うん、ルーデウス、まあ、そして前世の男、まあ、こう前世と現世で私たちこう2人で演じさせていただいているんですけれども、うん、実際杉田さん的にはこう現世、あ、前世の男っていうのはどういうキャラクターだと思ってますか。あの割としっかりあの転生前を描くんで、うんうん、あ、いろいろあってなぜ転生したのか、うん、それに至るまでで一番安心したのは転生前に割とその過酷な生き様をこう描くいるので、はいはい、うん、で転生後にもしまた同じような過酷な環境に放り込まれたら復讐の物語になって、辛いものに辛いものが重なっちゃうから、 その出だしで帰んないでほしいなって。いや、めちゃくちゃ心に来るのよ。人ってこういうふうに責められたり迫害を受けるとこうね、それは生きるの嫌になるわなって。結構リアリティのある描写がね、そうそうそう、うん、はい、だからちょっと耐えてくれ、耐えてパーってなる、あの琴浦さんの1話を思い出してくれ。懐かしい。懐かしい、あれに近いものがあるはずだからね。皆さんぜひともね、あのいろいろ経て転生して、うんうん、あ、もう一度やり直すって努力することだから、うんうん、みんな努力とか頑張るって嫌いだと思うけども、うんうん、でもね、あの望まなくても何もしなくても与えられる物語ではないっていうところ、それがこうね他とは違うんだけども、そもそも原作がナロー系小説とか、はい、ね、異世界転生ものって言われるとこの走りだとは言われています、はいはい、で他のアニメがね、作品がアニメ化した時に、まあ、無職転生から連なる異世界転生ものだっていうのは言葉としては見たことあるのよ。でもなぜか映像化しなかったんだよね、無職転生って、はい、 そうですね、うん、それが今回映像化するということで逆に皆さん新鮮に映るかもしれないし、うん、原作を本当にこうあの愛してくださってる方たちも本当についにアニメ化かっていう気持ちにもきっとなってくださってるんじゃないかなと思いますし、原作をまだね見てらっしゃらない方にも、うん、はあ、楽しんでいただけるようになってるかなというふうに思いますし、はい、はい、まあ、そんなあのルディをですね、まあ、今回主人公として存在してるわけですけれども、うん、こう一つの役をこう二人で演じさせていただくっていうこと自体、うん、なかなかない、なんか特殊なそのパートナーの組み方だなって、
主人公と僕はその主人公が乗るロボの声とかもやったことあるけども、それでやっぱりそのバディとのね、仲間との相棒との信頼感が大事だから、うん、今回はね転生前と転生後で、でも転生後の新しい自分の心の声は自分が担当するから、そうですね、大事なのはやっぱりその転生後の声、ルーデウス役の内山さんの芝居、うん、なのでその役に決まった瞬間にすごい言ったのよ、別撮りは勘弁してもらっていいかって、このご時世だから難しいんだけども、うん、なるだけ同じ現場か収録したものを絶対耳に返してくれって、あ、うん、はい、で自分自身の心がけとして一人で完成しない、自己完結しない、ある程度完成させないといけないんだけどね、はい、うん、ですごく今分かります、うん、だからね1話でね内山さんの姿を見た時すごい安心したよ僕は。いや私もです、うん、なんかまたこう今までこう共演させていただいた距離感というか関係性とまたちょっと違うじゃないですか、うん、だからよりこう特別感があったりとか、うん、でまた今おっしゃってくださったように本当にこう一つのキャラクターを二人で演じさせていただく、そこで初めてこう完成するっていうその感覚っていうものを私もすごく、はい、実感しております。はい、はい、今大丈夫ですかね皆さん、声が届いていない可能性もありますか。なんとちょっとトラブルがあるということなので一回ここで締めたいと思いますので、はい、仕切り直しますね。大丈夫、はい、それではまた後ほど。はい、ただいまということでお待たせいたしました。無事にね、私の声がどうやらちょっと小さかったようで皆さん届いておりますでしょうか。ここからまたいろいろお話を伺っていきたいな、していきたいなと思うんですけれども、はい、まあそうなんです。だからルーデウスというキャラクターはこうある意味その一人で完成させるというよりかはこう二人で杉田さんと演じることでこうよりこう完成度が上がっていくっていうような、なんかこう演じていても実際にそういうふうに感じましたし、私たちはちょっと早めにね完成前の映像をちょこっと見せていただいたりっていうのもあって、はい、そこでこう皆さんの声が入ったものを聞かせていただいた時によりこうしっくりきたというか、これで完成していくんだなっていう実感がよりこう湧いたなっていう感じで、でも実際にこう小原ちゃんとかは実際この杉田さんのこのモノローグだったりとか現世の前世の男とかっていうのお芝居とか聞いてどういうふうに感じました？まず杉田さんが演じられるっていうのをお話を伺った時にどういうふうになるか想像がつかなくて、それで実際掛け合いの時はルディとの掛け合いが基本もちろんそうなので、こうルディのこう幼い少年のこう声をこうベースに聞いてて、ただその原作を拝見している限りだとやっぱ前世の男のそのナレーションというか文字しか見えないので、どういう人になってくるんだろうと思ったら、なんか杉田さんのお声もあってちょっとなんかなんだろう、人間味あふれるっていうのと同時になんか温かみみたいなものも感じて、だからなんかよりこうなんか、あ、現在の男なんだだけじゃなくて、なんかだからこそこう今生まれ変わったそのルディを応援したくなるような風にこう演じられているのを、やっぱ私も収録時声をお聞きしていたので、だからよりなんかこう演じている、なんか私もロキシーとして入っている身なんだけれども、よりこう世界に引き込まれた感じはすごくあって、ただやっぱ杉田さんが演じるからこそのコミカルな部分とかもあったりして、なんかよりこうなんか深みが増したというか、お二人が演じるからこそのなんかこう主人公が出来上がっているなっていうのをすごく感じて、まだ撮っている段階だったんですけどちょっと感動したのを覚えてますね。ありがとうございます。ありがとうございます。マイク前でのお芝居マイク前でするんだけども、はいはい、それ以外の立ち回りみたいなものもしっかり考えないと、やっぱりルデウスと前世男の関係性が完成しないなって。だから取材の受け方一つとっても、例えば内山さんよりも前に出ないとか、ね、同じ時空に存在するっていうこと自体が今日だって俺最初ワイプみたいなの出れようと思ったもんだって。そうだったんですか。だからそういう見せ方みたいなのも含めて立ち位置を考えないと彼にならないなっていうのは、それ以上にその話す相手、ルーデウスの耳に入ってくるんだけど前世の男の心にも響いているから、それだけねロキシーの温かみ、ほらテンションがローだから相手に気持ちって伝わりづらいんだけど実はすごい伝わってくるのね。あ、だからあなたが選ばれたのかなって喋り方で、
なのでどうしたの？よかったね。はい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 、照れちゃってるね。いやいやいや、なのでね、まあ、嬉しいなって、まあ、いろいろね、ゲスな考えもしますけども、それをこういかに不快な方向に持ってかないように面白くするかっていうのが実はすごいテーマとしてあって、はいはいはい、子供みたいな反応なんだけど、一応心の声は大人の声から発せられるから、そこのバランスをミスると下品っていうのになってしまってですね、ルーデウスがすごくわかる、この辺からこうね、巨人兵みたいな崩れ始めるわけです。出てきちゃう。お待たせしました。大変失礼いたしました。失礼いたしました。今お二人で演じる主人公について、はい、お話伺っていったんですけど、改めて、こう杉田さんが演じられて、その前世の男の、こうお声を聞いてだったり、掛け合いをしていって、掛け合いとか一緒にこう収録ができるっていう中で、杉田さんのそのお声を聞くからこそのこうご自身で演じているルディに何かこう響くものとか、何か感じられることとかってあったりします？ルディの場合は、もともと前世があってそこから転生してきてっていう、そういう状況なので、その目の前で起こる一つ一つのことに、何だろう、新鮮な驚きみたいなものっていうのが実はそこまでなかったりもして。そうなんですよね。なんかその魔法だったりそういったもの、魔術だったりってものにはこう反応あっても、やっぱりこう中身は34歳っていうその前世の部分があるので、だからその辺がこう杉田さんのそのモノローグを聞かせていただけることで、すごくこう冷静さを取り戻せるというか、なんかそういう部分はすごくありましたね。なんかついついそのわーとかこう新鮮にこう驚いてみたりとか、してしまいそうなところを杉田さんのモノローグが入ることで、スッとこう前世に戻れるじゃないですけど、気持ちが、なんかそういった部分はすごく杉田さんのお声のおかげで、はい、成り立ったかなっていう感じはありますね。怪しいところだけどね、彼の知識って自分の遊んでいたオンラインゲームとかの知識だから、それ以上に転生後の世界ってやばい種族のやつらがいたり、マジで命の危機を迎えがちなのね。そりゃ必要に迫られて強くなろうとはするよなって。そうですね。だからこうルディは前特番とかでもお話ししましたけど、こう転生したからといって何か特別な能力が備わっているとかっていうことではなくて、一からそこで一生懸命努力をして学んでいくっていう、その姿、その成長がやっぱりすごく魅力だなっていうふうにも、完璧じゃないよっていうところがなんか魅力だなっていうふうにも思ってるので、その辺が今後も恩は私で、そのものは杉田さんでっていう、そのバランスでうまくお伝えしていけたらいいなっていうふうに思ってますね。はい、はい。